北海道幸運グループは、北海道、青森県、宮城県、東京都において、タクシー事業を運営する事業者の共同体グループで、ある。正式名称は、北海道幸運事業共同組合。本部は、北海道札幌市厚別区厚別中央一条一丁目、125の幸運ビル。また、略称の、 幸運、HK グループでも知られている。2008年現在、一と一同二県において、組合本部と11社18営業所で構成され、総車両台数は1500台を超える。北海道幸運グループのタクシー小型車は、白色のボディに、オレンジとグレーのラインをあしらい、さらに丸の中に、HK と書かれた統一マークが記載された、統一デザインが採用されている。 ただし、23区、武蔵野市、三鷹市を営業エリアとし、国際自動車と提携する、太陽自動車、東京太陽の車両は黒塗り及び東京4社塗装を、特大料金適用のジャンボ車である、ハイエースは白をベースに、濃淡2色の青を加えた3色ストライプ塗装を、採用するが、ジャンボ車においては、左右全部ドアの車名表記の上部に、 HK マークが記載されている。また、東野交通に在籍するクラウンコンフォートは、ハイアー的業務や需要に応えるために黒塗りで、アンドンやドア部の車名表示などが取り外せる構造になっている。車種主力はコンフォートであるが、車両説でも解説のようにハイエースやクラウンコンフォートも導入している。また、全車クラウンコンフォートが導入されていた。 太陽自動車、東京太陽では、2008年度以降にクラウンセダン、スーパーデラックス G パッケージに切り替え、全車をハイグレード化させた。さらに2018年度以降は、最新のジャパンタクシーを導入し、このうち東京太陽は、保有車両のうちのおよそ8割を、ジャパンタクシーに置き換えている。1971年、それまで、札幌交通圏エリアで、 それぞれ単独営業を行っていた、共同交通、札幌交通、共栄交通、日本交通の4社が、翌年に開催を控えた1972年、札幌オリンピックに際し、無線廃車を一括させることと、各タクシー会社の福利構成や、経営情報等の支援を行う目的から、中小企業と共同組合法に基づき認可を、受け結成され発足した。 札幌交通券では、札幌無線タクシーセンターを開設し、その受付電話番号から、役に立つ無線でも親しまれ、さらに覚えやすさや、圧倒的台数から勢力を拡大し、道内のみならず、東北地区や東京23区部3地区の同業者も、グループ入りが行われた、全員11社で構成される、太陽自動車のトヨタクラウンコンコフォートありがとうございます。